Yeah, it's fantastic. こんにちは、次元です。頭剃りました。はい、こんな感じでちょっと今年の冬はいってみたいと思います。ひげはこのままでね、はい、顧問みたいな感じでいきたいと思います。まあそんなことはどうでもいいとしてですね、まあ、今週末10月5日はですね、ついにハローキティとですねコラボさせていただきまして、そちらのアイテムがなんと7型ですね発売されます。今からご紹介させていただきますので、ぜひ見逃しなくチェックしてください。まずご紹介いたしますのがこちらの2ボタンブレザーです。
こちらカラーはネイビーとこちらのブラウンの2色展開となっております。こちらブラウンはコーデュロイ素材、そしてネイビーはウールとポリエステルの混合生地、それぞれのカラーで違った生地を使っております。細かく見ていきますと、まずこちら胸に同色でバットサルの刺繍が入っております。そして内側はこちらオリジナルの迷彩生地、迷彩を使ったこのサテン生地が内側に使われております。またこの生地は襟の裏でしたり、こちらポケットの内側でしたり、あとは袖の裏側なんかも使われております。かなり抜かりないです。こちらベーシックな2ボタンのブレザーとなっておりますので、ちょっとかしこまった場所に行くときなんかに羽織ったりするとバッチリだと思います。ちょっと背伸びしたデートとかにもぴったりです。またこちらは大人気のアップルピンズが入っております。こちら元々の付属品ですので、購入時からこちらに付属しております。そしてこちらのブレザーはブレザーだけではなく、セットアップとしても使えるこちらのスラックスも同時にリリースとなります。こちらブレザーと同じ素材を使いました。ネイビーはこちらポリエステルとウールの混合生地を使っており、ブラウンはジャケットと同じく、ブレザーと同じくこちらコーデュロイ素材を使っております。こちらシルエットは少し細身になっており、少し大人っぽい印象を出してくれます。またこちらも内側にはブレザーと同じくサテンのオリジナル迷彩を使っております。ポケットの内側もご覧の通り迷彩を使っております。もちろんセットアップとして使っていただくのもおすすめなんですが、それぞれ別々に使っていただくのもバッチリ決まると思います。こちらを着て少しカジュアルに着崩したりするのもかなりかっこいいと思いますので、ぜひいろいろとコーディネートをお楽しみください。はい、ハローキティの、コラボアイテム、まず T シャツになります。まあどでかく、キティちゃんがプリントされてるんですけれども、キティちゃんの衣装はハシームとなっております。しっかり、アフロ、そしてアフロコームをしっかりつけて、かなり、ヒップホップ感あふれるキティちゃんになってますね。カラーはこちらのホワイトと、あ、森さんこれグレーね、ブラック、こちらロイヤルですね、そしてレッドとなります。こちらに、サンタスティックのネーム入ってますけれども、下にしっかりとハローキティのネームも入っております。しっかりオフィシャルです。裏の方を見てみますと、バッツサルもプリントされております。まさにコラボアイテムですね。こちらの T シャツは、キッズタイプもありまして、カラーは、お子さんに、似合うような、可愛らしいカラーが4色展開となって登場しております。サイズは100から150までになってますので、お子さんに合ったサイズをお選びいただければと思います。カラーはこちらのピンクと、ミントグリーン、ライトイエロー、そして、ホワイトになります。こちらの方もしっかりと、ハローキティのネームも、入っておりますので、こちらですね、オフィシャルのコラボですね。裏にもバッツサルがあります。続いてこちらパーカーになります。プリントは、T シャツと同様なんですけれども、カラー展開としては、落ち着いた3色展開となっております。まずこちらネイビーで、ブラックですね、グレーとなっております。パーカーと同じ、3色で、スウェットも登場いたします。グレーですね、こちらで、ネイビーとブラック3色展開です。まあパーカーと、スウェットどちらを選ぶかはあなた次第というような感じですので、はい、そうですね、ぜひ、どちらか選んでいただいて着こなしちゃってください。続いて、雑貨になります。こちらマウンカップになります。
プリントは2種類ありまして、まず、T シャツパーカースウェットですねにもプリントされているこちら横向きのキティちゃんと、裏を見てみますと、正面を向いたキティちゃん手を振ってますね。かなり可愛らしいキティちゃんもプリントされております。こちらは、カラーとしては、カラーっていうか1種類になりますので、こちらですね、あたらココアでも飲んでですね、キティちゃんと戯れていただければと思います。乾杯っつって、はい、はい、続いて、こちらですね、サークルポーチになります。こちらもキティちゃん、横向きのキティちゃんが、プリントされております。こちら3色展開となってて、ホワイトとデニム生地、それデニム生地じゃないな、デニムとカモフラージュの3色展開となっております。サークルポーチということで、裏にチャックがついていまして、まあ、こういった感じでですね、まあ、ライター、まあ、リップクリームとか、まあ、タバコとかですね、本当に小分けしたい、アイテムを入れることができます。なので本当に小分けとして、活用していただいて、まあ、バッグの中に入れる際にこちらの小物を入れるっていう用途もありますし、まあ、アクセサリー感覚でですね、外に、まあ、バックパックや、リュックなどの、ところにつけていただいて、まあ、アクセサリー感覚でつけていただくのもありかと思います。かなり可愛らしいアイテムですので、あ、まあ女性の方や、彼女とかにですねプレゼントするのも最適かと思います。また、同じ形でですね、ハシームの、サークルポーチも発売されますので、どちらかお選びいただければと思います。続いて、こちらがついに登場します、サンドスティックハローキティの、コラボアイテムぬいぐるみとなっております。まあぬいぐるみなんでキティちゃん可愛らしいんですけれども、やはりあれですね、ハシームのアフロとアフロコームとですね、まあ、ハシームの衣装も着ちゃったりなんかして、かなり、ヒップホップ感あふれるキティちゃんになってるかと思います。リボンもですね、この髪型に合わせてちょっとシックなリボンもつけちゃったりして、すごい一段と普通のキティちゃんとでしたんで、ちょっと感じちゃいましたね、キティちゃんには見られないような、アイテムかと思います。キティちゃんファン必見ではないでしょうか。ぜひですねこちら限定アイテムですので、結構、売り切れること間違いなしかと思います。早めにゲットしてみてください。はい、ということで、全て今、ご紹介させていただきましたけれども、欲しいアイテムは見つかったでしょうか。超限定アイテムですので、かなり動きが早いことが予想されます。ですので、ぜひ10月5日土曜日はですね、早めにぜひ、サンドスティックへ足をお運びいただければと思います。また、女性の方もですね、T シャツ S サイズから展開しておりますので、ぜひ、サンダースティックでですね、レディースのサイズ、S サイズを、着ていただくっていうのもありかと思います。まあ、ご試着も可能なんで、ぜひサンダースティックへ遊びに来てください。